地図運州市は中華、人民共和国石膏省東南沿海に位置する地球史。詳細にたけた雲州人は中国のユダヤ人と称されることがある。石膏省東南部に位置し、北部は同省大衆史、西部は同省冷水史、南部は福建省に接する。東は東、シナ海である。雲州港は古くから浙江省南部山間地帯の物産の 積み出し校として栄えた。雲州は文化絢爛たる東王の名賃であり、紀元前192年には東王王の都となった。323年に県軍をして、英華軍となった。伝説によれば、県軍の時に白禄が花を加えて城を一周したといい、このため鹿城の遺書がある。英華軍大使に任命された、謝礼文はこの地の山水を歌った詩人として名高い。 東大に入り、675年に初めて雲州の名が起こった。雲州では、歴史的に手工業が発達し、陶磁器、造紙、造船、絹、漆器、靴革などが発達した。南宋寺には、対外通商工となり、海上貿易で繁栄している。また、雲州の市大部が、南宋初期に金軍に追われた、南宋の構想を助け、雲州の知事を務めた深海が、 最初に就任したことから、南僧の寛解で、運州出身者が徴用されるようになり、それが、運州における、科挙受験をはじめとする学問の成功を促し、英科学派と呼ばれる学派が形成された。民進時代には、運州府が設置され、近代には、茶の輸出校となった。百五十八年九月十四日には、運州湾上空で点二四運州湾空戦が、 発生した。四四かつく、三県級、市五県を管轄する。雲州地区雲州市雲州市は、周りを海と山に囲まれ高地が狭い。鉄道開通したまでは片道22時間の上海、航路だけが主な交通手段という、陸のことをだった。台湾に近く国防の最前線だったため、国からの投資もなく、78年当時は、農民一人当たりの平均収入も、 全国の6割以下という更新地区だった。だが早くから市場経済、市営企業が発達し、1980年代には中国改革開放政策のモデルとなったこともある。経済技術開発区に指定され、軽工業が発達し、輸出が盛んである。輸出額は2002年26億米ドル、2003年34.2億米ドルと急進している。 主要な輸出品は、靴類、衣類、メガネ、家具、革製品、電気回路保護装置、ライター、プラスチック製品などである。輸出先としては、ウクライナ、イタリア、スペイン、大韓民国、ポーランド、ルーマニア、ドイツ、チェコ共和国、オランダなど中東王が多い。輸入は韓国が多い。市内には、運州省防場。 水安症状などの大型マーケットが設置され、世界各地からのバイヤーを集める。偽ブランド品の製造も盛んとされていた。運州人は、商売がうまいと古書にも見える。現在、154万人の運州人が、中国各地で商業などに従事し、38万人が、世界各地で歌人として活躍する。中でもフランス8万人、イタリア7万人、オランダ3万人、 米国5万人、シンガポール2万人などが多い。次に、ポーランドも仲間入りを果たすと言われている。また台湾にも、約10万人の温州人が滞在し、日本にも日本温州総商会と、日本温州道協会が存在する。このため、温州人は、中国のユダヤ人の賞がある。毎年世界各地の温州出身家人を集めて、世界温州人大会が開催される。 家人は中華料理店や小売業に従事する者が多い。イタリアでの圧力2010年6月28日、イタリア財務警察は中国系の企業73社を一斉摘発。マネーロンダリング、脱税、不法入国の圧戦、売春、私的財産権の侵害などでの容疑で中国人17人を逮捕し、資金27億ユーロを押収した。現地メディアは、 逮捕者をチャイナマフィアとしており、逮捕者の多くが、運襲出身者であると伝えた。住民の大部分は、韓国レ方言の一派である東、OK 方言を話すが、地域南部の福建省に近い平洋県、青井南県、洞頭県では、歴史的に、福建南部からの移住者が多く、ビンラン後地域となっている。運州方言は、中国諸方ことの中で、 発音が非常に難解として有名である。天も恐れない、地も恐れない、ただ、雲州人の話を聞くのが恐ろしいなどという例えがあるくらい。キリスト教徒が人口の15%を占め、中国のエルサレムと呼ばれる。雲州、改革開放政策小期の1980年代前半には300万人とされた、プロテスタントが現在は10倍を超えたとの統計もある。 経済成長に伴い貧富の差が生まれたことで貧困層の入信が多いという。特に運州は人口約900万のうち15%がキリスト教信者とされ、その割合は他都市の倍を超える。政府が教会の影響力の拡大を抑えたい思惑があらわになってきた。宗教関係者は不満を募らせ緊張が高まっている。地域周辺には 豊かな自然が広がり、観光資源となっている。学信市にあるかり、東山は中国十大名山の一つで国家重点風景名小区に指定されている。栄華県の楠木恵光も国家重点風景名小区に指定され、沿岸には山水や田園風景が広がる。平洋圏の沖合に浮かぶ南鹿島は国家級海洋保護区で海や 海藻の生態系が保護されている。地域北部のカラス岩ミネモ国家級自然保護区で森林生態系や野生動物が保護され、手法の白雲法は標高1611メートル。岡本司南宋九州の名族と、下挙、総大沿海地域社会史研究9個所員、2012年、チャイナマフィアを一斉摘発、2900億円。 欧州イコールイタリアンサーチな2010年6月29日8時24分配信、抗日戦争で大活躍した中国で最も難解な方言、中国メディア。2017年12月4日閲覧。中国のエルサレム強まる侵攻弾圧運州、キリスト教徒が15%、朝日新聞2017年6月26日、運州医科大学附属第一委員 HP。 文州医科大学附属第二院 HP。ありがとうございます。